こちらから見ると色づいている柿があるように見えるんですが、まだ9月中旬ですから今頃色づくのはダメになって落っこちるやつとかですね。これはブンブンに食べられた後ですね。反対側の方に回ってくればこういうことなんですね。もうブンブンが頭を突っ込んで快楽に身もだえしながら食べているんでしょう。3匹かもう1匹、3匹はいるのかな。動かなくなってるのはまさか窒息してるわけじゃないでしょうが、ちょっと足をバタバタしたりして、あとは頭を突っ込んで全然動かないのなんかもいますね。アリなんかもちょっと来ていますね。柿が一つあれば何匹かのブンブンは、一日の食事以上のものにありついたということでしょうかね。食べてセックスして子孫を作って、で何も悪いことはないですがね。栽培している人間にとっては食べられなくなるのが増えるというだけで、それ以上の悪さはないんですがね。生き物の世界は人間が見るとあれこれですね、害虫益虫とか言いますけれども、人間の目を外せば歯み合い関係というだけで、自然の営みに過ぎないわけですね。ところが害虫益虫とか善悪、是非善悪をつけたがる人間は、人間同士で殺し合ったりひどいことをしますよね。人権擁護派の弁護士を逮捕して、難癖つけて逮捕して、暗い小さな部屋に、牢獄に閉じ込めて、そうして食べ物といったらパンの一かけらとキャベツの一かけら、運動もさせず、そうして長期間拘留して、心理的にも生理的にも廃人にしてから出所させて家族のもとに送り返す。分かったかということなんでしょうが、そういうことをする大国もあるわけですよ。汚職一掃キャンペーンなんてやって、裏側ではそういうことやってるわけですね。残酷極まりない処遇というよりほかないですね。どうせなら死刑にしてもらう方が楽でしょうに、廃人同様にされたら本人もたまらないし、家族はいたたまれないでしょう。そういうことがごく日常的に行われている国があるわけですよね。人間の方がよっぽど残酷ではないかと思いますね。いろいろなものを食べれば食べる生き物になるほど残酷なのかなとも思います。草とかですね、あるいは果実とか
まあ、そういうようなものを食べている虫、まあ、そういう残酷な諸行あるいは諸行というものをしないと思うんですね。人間はいろんなものを食べますね。まあ、植物も動物も、中には人間が人間を食べたりとかですね、まあ、下手物食いもありますよね。で、思想も食べますよね。是非善悪を決めて、自分たちの都合に従った是非善悪で非常に残酷なことを行うわけです。まあ、そういうニュースに接するとですね、まあ、こういうふうに人間が栽培した柿であっても、まあ、ちょっと失礼という感じで、もう快楽三昧で食べているなんていうのは、まあ、可愛らしいということで、悪いやつだなんてとても思いませんよね。まあ、しっかり食べて腹いっぱい食べてくださいという感じですね。